ボカリーズは歌詞を伴わずにボインのみによって歌う歌唱法を指す。名称はフランス語の動詞ボーカライザーの命令系ボーカリーズに由来する、ボイン商法とも呼ばれる。主に発声練習の際に用いられるが、ボカリーズによって歌うことを指定した、声楽作品も存在する。ボカリーズの起源は18世紀半ばに遡り、ジャン・アントワーヌ・ベラールの編纂をした、曲集。 歌の儀芸において、声楽技巧の有意義な練習曲として、リュリやラモーの歌曲の旋律が歌詞なしで掲載されたのが起こりである。どの練習曲にもそれぞれが提起する技巧的要求について指示が添えられていた。19世紀までに、ボカリーズは既存の歌曲から旋律を取り出すのではなく、教育的意図から新たに作曲することが通例となった。 ボカリーズに関連する伝統は19世紀に飛躍を遂げ歌手なしの練習曲にピアノ伴奏が付けられた。これは当時機械的な練習曲にさえピアノ伴奏を付けた流行に従ったものでありそのようにすることで演奏者が音楽をより芸術的に解釈できるようにともくろまれたのであった。最も有名なボカリーズ作品は1915年にソプラノ歌手 アントニーナ・ネジダーの場のために作曲されたラフマニノフのボカリーズ作品34から14であろうと言われる。当初はピアノ伴奏歌曲として作曲されたが作曲者本人による還元楽伴奏版で初演され、後には独奏楽器とピアノのための二重奏といった編曲もなされていずれの形でも広く親しまれている。その他の作曲家ではラベルの ハバネラ形式によるボカリーズ練習曲、プロコフィエフの5つの歌作品35、コープランドのボカリーズ、メシアンのボカリーズなどの例がある。ラベル、プロコフィエフ、メシアンの各作品はラフマニノフ作品と同様に作曲者その他によって気楽編曲もなされている。なお、メシアンは、 世の終わりのための四重奏曲の第二楽章を世の終わりを告げる天使のためのボカリーズと名付けているが、これは想像上の天使の声を気楽で再現した純粋な室内楽曲であって、声楽パートは含まれていない。レーン・ゴリ・トグリエールはボカリーズによる独唱とオーケストラのための競争曲として、コロラ・トゥラ・ソプラノのための競争曲を作曲している。その他、オーケストラ作品において、 部分的にボカリーズによる読書を用いた例もある。合唱においては、ボカリーズは主旋律の伴奏の役割として、あるいは音色的な効果を狙うためなどの理由で広く用いられている。合唱が最初から最後までボカリーズで行われている例として以下の作品が挙げられる。ボカリーズで歌われることを通例とする声楽練習曲集にジュゼッペコンコーネによるものがある。 ありがとうございます。